からこの広い星で見つけたよ。たった一人君のことを80億分の1から一つになる。ずっとずっと幸せにするよ。まずありえないことだ。真夏に雪が降るような衝撃だった。生まれた時代、育った町、選んだ道、一つ違えば会えなかった。正直不安になってきつい日もあった。バレてたような、いっぱい笑わせてくれたね、ありがとう。ああ僕の手の中に君の手があることが幸せ。現実こそ夢だらけ。流行りのラブソング、この歌詞本当に好きなの。こんな二人になれたらいいなって君は言う。100年先まで愛します、二人いつまでもプロミス。僕も同じ気持ちでいるんだよ。君がいつか口癖、気づきは僕にもつけて、似た者同士やりてきたんだろう。メールも同じタイミング、思いは死んでし、運命を感じてるよ。最高365日、全ての日々を君といたい。どんな景色を二人で見たい。愛のナンバー、誰もが怖い記憶も二人の思い出作ろう。いつも気の合いなくと愛を捨てて二人分け合って、いつまでもそばにいたい。100回くらい忘れようとしたけどもうダメだよ。気づけばいつもお前のことばかり思い出してた。今更だってわかってるけど、やっぱり過ぎたよ。会いたいよ、もう一度またやり直したい。片思いはどんなに苦しくて心壊れてしまいそう。君を思う、この想いを君に伝えたら全部壊れちゃうのかな。でも今すぐに捨てなきゃ、きっと後悔するから。君への想い、愛してる。盛り上がってきております。さあ、6月の19日ですね、
本日がマティさんベースボール記念日ということで、ここで中日ドラゴンズから1問、はい、出したいと思いますけども、野球クイズ。さあ、古巣中日ドラゴンズに戻ってきて、球界最年長野手として今でも現役バリバリに活躍する選手がおります。ちなみにマティ様の1個上でございます、はいはい、その選手は誰？落合夫人。わあ、落合夫人じゃないわ。え、落合夫人は女性なんでね、それ違いますね。誰でしょうか、はい、いやいや、福留選手ですよ。あ、まだ？いや、福留選手ですよね。まあ多分地元名古屋ということで野球も応援されてる方も多いと思いますが、引き続き俺たち少し野球には疎い部分もありますけども、はいはい、中日ドラゴンズもね、はいはい、しっかりとね応援エールを送っていただければいいなと思います。まあ、僕らも、もうすぐメジャーデビュー13周年を迎えようと、しておりますけども、あなたと出会えてですね、そして、まあ、約2年ぶりに帰ってきたということで、あなたが、僕らと、一緒に過ごしてから、約2年の月日が流れているので、2年分のあなたの生まれてきてくれてありがとうを歌にして、届けたいと思うので、ぜひ踊って参加してみてください。どうもはじめまして、天むす天太郎でございます。普段は演歌を少し歌ってるんですけれども、今日はちょっとこっちのステージにお邪魔 してしまって、あれあれあれ、ろうそく消えてないじゃないですかね。消えてませんよね、これ消えてません。じゃあ代表して天むす天太郎が消していただきます。あっという間に時間は過ぎてくものだね。パッと咲く花はない、そういうことだね。せっかくの今を悲観して無駄にしたくないよ。できる何かがある、さあ輝く僕らの魂、未来へとつながる輪たち、明日は必ず迎えに来るから、手のひらサイズの願いでも叶う気がするよ今なの時を。